ペットはあなたを選んでやってくるって言いますよね。今日は愛犬リオとマイティが私を飼い主に選んでくれた理由をシェアします。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そしてちびっこマイティ1歳半と15歳の愛犬リオ娘です。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると私たちの励みになります。あなたの愛犬はなぜあなたの家族に、あなたの子供になってくれたと思いますか？私はリオが娘になってくれてからもう間もなく16年目に入ろうとしてますが、考えれば考えるほど愛犬が私を選んでくれた理由があると思っています。なので今日の動画を見ながら、可愛い愛犬がなぜあなたを飼い主として選んでくれたのかを考えながら見てもらえると嬉しいです。それでは私が考えるリオが私を飼い主として選んでくれた理由トップ3をシェアします。3位、今ある幸せに気づく。この今ある幸せに気づくっていうことは、リオと出会うまでは全く私には備わっていなくて、ないどころか毎日毎日遅くまで残業してくたくたで全く心に余裕がない毎日を送っていました。今振り返るとリオが娘になってくれてから少しずつね、小さな幸せに気づけるようになってきました。お散歩途中に綺麗な花を見つけられたり、気持ちいい風を感じたり、いつもねテンションがピンと張ってた糸がゆっくり緩んでいくような、シャットダウンしてた心の扉が徐々に開いていくような感じがありました。リオはね、私に毎日毎日根気よく教えてくれたんですよね、この15年間をかけて。今でも時に私が不安になったりストレスを感じたり、そういう時もありますが、リオのねこの15年間のコーチングのおかげで以前よりね、私も切り替えが上手になってきたと思います。私が考えるリオが私を飼い主に選んでくれた理由第2位は、諦めない心を持つため。よく言えば諦めない気持ち、悪く言うとリオの頑固な性格から学んだことです。ご飯だったりおやつが欲しかったり、おもちゃとか何かが欲しかったりすると、リオはね本当に諦めないんですよね。芯がとっても強い女の子です。この諦めない心っていうのは、私にとってやりたいこと、目標を達成するためにすごく大事な素質だと思うんですよね。だから毎日のようにね、リオのその諦めない姿勢を見ると、私もね見習って諦めないで頑張ろうって思えるんですよね。私が考えるリオが私を選んでくれた理由第1位は、無限の愛を知るため。やっぱりね、リオが私を選んでくれた一番の理由はこれだと思っています。この無限の愛を知るためだと私はね強く信じてます。リオが8歳の時に胆嚢摘出手術で身をもって教えてくれたんですが、これをね機に無限の愛情の扉が開いたんですよね。それまでは自分の生活とってもね自己中心的だったと思います。自分の欲しいものだったり、自分の行きたい場所だったり、海外出張に行っても日本に戻りたくないなって思ったり、それが今ではここに行ったらリオが喜ぶだろうなとか、こうしたらねリオ楽しいんじゃないかなとか、リオがね喜んでる姿を見ると心がとろけて、それが何事にも変えられないようになりました。海外出張中も一緒にいられないと寂しいし、帰り道も急いで帰っちゃう。リオがこの長い年月を持って身をもって私の中にね存在すると思わなかったぐらいの想像を超えるね愛を引き出してくれたんですよね。本当正直その当時、犬を飼うっていうことがこんなに素晴らしい人生を変えるほどの出会いになるとはね夢にも思ってなかったんです。で、毎年毎年リオが年を重ねるごとに愛情がねどん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 増していくし、愛おしくてね仕方ないんですよね。もうねこれ以上の愛情ないでしょって思ってても、さらにねナイアガラの滝みたいにねどん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 湧き出てくるんですよね。不思議なんですけど、このリオへの気持ち、リオへの愛が私を満たしてくれて幸せにしてくれるんですよね。はい、次はちびっこマイティです。今1歳半のマイティが私を飼い主に選んでくれた理由第3位は、ポジティブなエネルギーを持つことの大切さを学ぶため。まだマイティは1歳半なんで元気いっぱいのお年頃なんですが、いろんな若いワンちゃんを見てる犬の幼稚園の先生も、マイティはねとっても素直でポジティブな性格だっていう風に言ってもらえるんですよね。人間もいろんな性格があるように、ワンちゃんもねもちろんいろんな性格があって、例
当飼いされている方は同じように育てていても全然性格が違うんでよくご存知だと思うんですけど、マイティはね、いつも楽しそうにハッピーでポジティブなエネルギーを持ってて、そのね、エネルギーを毎日ね、周りに振りまいてくれるんですよね。特にね、マイティはコロナ時代の子で、そういった世の中が暗い時にも、なんて表現したらいいのかな、すごいね、パワフルなエネルギーの塊みたいなね、そんな感じなんですよね。で、そういったマイティを見てると、どんな時でもね、ポジティブでエネルギッシュでいることを選ぶっていうのがすごくね、人生にとって大事だなって思わせてくれるんですよね。マイティが私を選んでくれた理由第2位は、成長を経験させてくれるため。マイティは11ヶ月歳の時から犬の幼稚園に通っています。入園の目的は無駄吠え防止のトレーニングなんですが、ここ最近ね、著しい成長を見せてくれてます。入園して最初の3ヶ月ぐらいは、願っていた改善は私の思うスピードではね、見られなかったんですが、実はね、その時私があんまり気づけてなかったのは、実はそんな時でもマイティは少しずつ成長して、いろんなことを覚えて練習をして、そのね、タイミングぐらいから、これはマイティだけの成長じゃなくって、私もね、一緒にマイティと成長しなきゃいけないっていうことを少しずつ分かってきたんですよね。幼稚園に通う前は、男性、ワンコ、女性、子供、外で聞こえる声、あらゆるね、あらゆる人に吠えてたんですけど、最近はね、かなり我慢できるようになってきました。まだまだね、課題はたくさんあるんですけど、何よりも彼女の成長を見られるたびに、すごくね、誇らしいし、嬉しいし、私もね、一緒に成長が感じられて、すごく満たされるんですよね。それと同時に、私の中でまだ結果が出せてないこととか、チャレンジしたいなって思ってることに関しても、成長にはそれなりの時間、努力が必要だっていうことを、彼女の成長を見るたびに、まるでね、何度も何度も言い聞かせてもらってるような感じがあるんですよね。世界的に有名なアメリカのライフコーチ、トニー・ロビンズも、成長イコールハッピネスって断言するぐらい、私たちが幸せを感じるためには、成長を感じられることが不可欠なんです。マイティが私を選んでくれた理由、第1位は、毎日を楽しむことを教えてくれるため。これはね、私が結構苦手なことなんですよね。例えば、海外出張とかで、せっかくイタリアとかフランスとか行く機会があっても、自分が与えられた任務をちゃんと全うしたいって思うあまり、自分自身に勝手にね、プレッシャーをかけちゃったり、日本の仕事も遠隔でしないといけないから気が抜けなかったりで、そういったね、素敵な場所に来てても楽しむっていうことがね、私にとって結構難しかったりするんですよね。最近はできる限り頻繁に毎日を楽しむことを意識して、自分に言い聞かせて少しずつね、改善されていってると思うんですけど、もともとは決して上手な方ではないです。でもね、マイティが来てくれてからは、毎日ね、めちゃめちゃ楽しそうに遊んでる姿を見ると、ほんとね、私もこのマイティのね、楽しむ力をね、見習わないとっていう風に思うんですよね。しかもマイティはね、一人遊びもするんですけど、キャッチボールとかロープのおもちゃをね、引っ張り合ったりとか、一緒に遊ぶのがすごい好きなんで、そうやってね、一緒に遊んでると、最初はね、大変だなって思う時もね、正直あるんですけど、遊んでるうちに私自身もね、楽しくなっちゃうんですよね。マイティの一生懸命さとかね、楽しんでる姿に影響されて、何でもない日常も楽しむって決めたら楽しめるんですよね。それって人生においてとっても大事なことだと思いませんか？ね、マイティ、思いませんか？以上で、リオとマイティが私を飼い主として選んでくれた理由を私なりに考えてシェアさせていただきましたが、あなたの愛犬はなぜあなたを選んでくれたと思いますか？それをね、考えると、今の愛犬があなたにとってこれ以上ない最高のパートナーだっていうことがね、より一層わかると思います。ぜひね、コメント欄でシェアしてもらえると嬉しいです。それではマイティと See you next time! Bye!